皆さんこんにちは、アンチャンネルの安藤雄一です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は福岡のスタジオを出て、なんと私代官山に来ました。イエーイ。代官山といえば東京の中でも、すごくなんか綺麗な街というか、まあ、そういうところにスタジオがあるんですけど、今回は2019年 PGA ティーチングアワード優秀賞の長谷川パイセンに来ていただいてます。イエーイ。すいません、すいません、イエーイ。代官山の代官山の経済ランドゴルフアカデミーでインストラクターをやられている長谷川パイセンです。ティーチングプロ PGA の方なんですけど、もう一回何でしたっけ、 PGA ティーチングプロアワードの優秀賞、これいただきました。まあ、聞いたことがある方もいない方もいらっしゃると思うんですけど、これ結構すごいことで、全国で3人ぐらいしかその権利がもらえないんですよね、はい、ティーチングのですね。それの、まあ、言ったら中の全国の3人のうちの1人のその表彰されたレッスンの内容を今日は YouTube で流そうと思いますので、ぜひ楽しみにしててください。いつものアンチャンネルとはちょっと違うかもしれません。はい、はい、では長谷川パイセンよろしくお願いします。お願いします。まあ、まず、はい、何をやって賞、まあ、をいただいたかというと、はいはい、このボール、ボール、バランスボール、バランスボールですね。この線をこう書いたり、はい、こう矢印をこう書いて、はい、このバランスボールを使って正しいゴルフスイングの、はい、まあ、動きを身につけていきましょう。ボールを使って、ボールを使うんです。なるほど、このボールの上に立つとかじゃなくて。そうなんですよね。で、こう何秒経っていられてバランスが、ね、取れるかとか。違う。違います。それだと取れませんね。違います。やっぱり、はい、それだと賞は取れません。まあ、このね、レッスンの時って、はい、結構、まあ、ボール使ったりする場面あるじゃないですか。はい、まあ、多いのは座って、はい、まあ、打つとか、はい、もうちょっと小さいボール手に、ね、はい、挟んで、こう、体と同調させて打つとかっていう使い方は、今までも、はい、まあ、結構やってきてる人いると思うんですけど、はいはい、僕の場合は、はい、このボールを押すとか、潰すとか、回すっていうことに、ちょっと着目して使っていくと。いやー、なんか押すとか潰すとかってなんとなくイメージできるんですけど、回すってちょっと想像つかないですね。これね、実際はそんなに回らないんだけど、はいはい、回す、まあ、イメージ、イメージ、どの方向に回すとどういう体の、はい、まあ、使い方をしていくかっていうところを、まあ、体感してもらうという、まあ、何種類かの使い方があるんですけれども、わかりました。ちょっと一つずつ、はい、説明して、はい、いきましょうか。じゃあ早速、はい、長谷川パイセンにやっていただきたいと思います。はい、いきます。で、まず、基本的にはゴルフスイングっていうのは、まあ、下半身と上半身と、はい、まあ、手の振りっていうものがあって、それがうまく下からの流れで、はい、こう連動して動くことが大事だと思うんですよ、はい、まあ、運動連鎖って言ったりするんですよ、はい、それを、まあ、ちょっとかっこよく僕はシークエンスだったり、はい、シークエンス、まあ、運動連鎖、はい、でそのシークエンスが、まあ、正しくちゃんとできるかっていうところで、まあ、なかなかアマチュアの方はやっぱりどうしてもね、こう手でクラブを操作して、はい、上半身や手だけでこう打ってしまって下半身が止まる人って多いじゃないですか。多いですね。でそれをその意識的に、まあ、ボールを使って下半身の動きを動いていくってことなんですけども、なるほど、まあ、まず中央に白いじゃない、黄色い線、はい、これが黄色です、黄色です。別に青でもいいんですよ、はい、青です、はい、緑でもいいんですよ、はいはい、赤がいい、はい、いやいや黄色です、黄色でいい黄色、まあ、線はこれにはね、こうガムテープでちょっと巻いてあります、はい、分かりやすいよ、はい、でこれ、ね、足に挟みます。横向きになるようにするんですね。そうです。なるほど、なるほど。そっちから見ると、はいはい、飛球線方向にまっすぐ、はいはい、ボールを挟みます。はいはい、でこういう。で、トップの位置から、はい、まず最初に何をするかっていうと、はい、このボールを黄色い目標ラインですね、はいはい、そのまま、はい、に対して、はい、まっすぐ右足を左足の方に寄せて潰します。はい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 、潰していくというか、潰していく、はい、でこの時にちゃんと潰すことが大事だから、はい、ただこうやって
揺れて動くだけだとこれね、スウェイしてしまう、はいはい、腰が流れちゃう、はい、左足でしっかり受け止めた状態で、はい、右足で潰していくことによって、はい、正しい方向にまず下半身が動ける。それがまるっきり潰さなかったり左足で潰しちゃったりとか、左足で潰す、そう、右足が全然動かないで左でこう潰してしまう。なるほど、ああ、なるほどですね。これ大事ですね。右足で潰すってことですね。そう。右足でしっかり、まっすぐな方向に、潰していく。はい、なるほど。はい、これで、はい。はい、この、はい。うん、この順番、これすごい大事で、はい、下半身の動きって、はい、理想的なのは、はい、横に少し動いてから、回転があって、はい、最後に、まあ、飛距離を生むっていうことに言うと、はい、ちょっと跳ね上げ、はい、横回転縦の動きが、まあ、すごく重要になってくる。最初の初動の動きっていうのはまず横になるので、左足がずれずに右を潰すっていうこの感覚をまず養って、なるほど、はい、結構力入れてグッ潰していかないとボールはね、いかなくて潰れないですね。そう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 、っていうのがまず大事なポイント、はい、でこれを目で見て確認、自分でできる、はい、どの方向に潰すかっていうのが、はい、っていうことがまず大事な基本動作になってきます、はい、でも、はい、ゴルフって、はい、人によって例えば、ね、フックが持ち球だったり、はい、スライスが持ち球だったり、はい、もしくは、ね、フックやスライスが出てしまう、はい、っていう人もちろんいますよね、はいはい、でそういう人たちって何が起きてるかっていうのを、はい、今度考えるんです。なるほど、このボールを使って説明していくということですね。何が起きると思います？ちょっと分かんないですね。じゃあどっちからいきますか、フックとか。じゃあ例えばスライス出ちゃう人の傾向って、はい、なるほど、はい、はい、まあスライスって言ってもいろんな種類があると思うんですけど、ここでは、まあ、振り遅れによるスライス、まあ、フェースが開く、腕が振り遅れてくるっていう、まあ、方結構多いと思うんですけど、はい、そういう方たちって、はい、ダウンスイングに入るまず最初に、はい、体が先に回っちゃうんですよ、はい、こういう感じ。なるほど、はい、で腕が振り遅れてくる、ヘッドが遅れるってことですね。そうです、そうです、うん、はい、ありがちですね。ありがちですよね、はい、でそういう方たちにまず大事なポイント、はい、これで強制しちゃうんです。このボールでできるぞ。さっきはまっすぐ、ね、潰すって言いましたけど、はいはい、そういう方たち、これが飛球線方向、はい、円のポイントとしたら、はい、この黄色の向き向こうにしちゃうんです、はい、えこれ分かりますか皆さん。これ分かります。今まっすぐ向けてたやつをちょっとクローズ気味、クローズ気味ですね。こっちから、まあ、見ると、はい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 、このボールは少し向こう、はいはいはい、インサイドアウトの方向に黄色い線を向けちゃうんです、はい、で体が最初にこうやって開いて、はいはい、ボールが回っちゃうから、はいはい、まずその起きないように、はい、向こう方向、インサイドアウト方向に潰すんです。なるほど、そう、これ強制です、はい、こうなっちゃう人にはそれの逆の動きをまず切り返しで反対方向の向こうに向かって潰すっていう、はいはい、こっち側の動きですね、はいはいはい、を持って切り返しになる、まあ、それが起きることによってどういう感じで球が捕まってくるとか、で要はこれで体の開き、はい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 、骨盤や胸肩の開きが収まるので、はい、なるほど、自然とクラブの軌道はインサイドから降りやすくなる。なるほど、胸がまあよく後ろ向いたままとか、そうそう、こっち向いてこう振るとかっていうのを、はい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 、その胸だけで考えたり手だけで操作するんじゃなくて、はいはい、下半身からさっき一番最初に説明した通りゴルフスイングっていうのは下から上、はい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 、手、クラブっていう順番で動くことが理想的なので、はいはいはい、無理やり下がアウトサイドイン方向に回転して動こうとしてるのに手だけインサイドから下ろそうとすると、これもっと当たんなくなるんです。なるほど。そもそも当たんなくなっちゃう。はいはい。うん、インサイドから振る練習頑張ってしてるのに、はい、余計調子崩れちゃう。はいはい。これが自然と、こうなってきてる人がこっちに来るためには、はい、ボールをまず最初に、潰す方向というか、そうそう、インサイドアウト方向に潰してしまえば、クラブは正しい軌道に。じゃあ、長谷川先生、ちょっといい例と悪い例、ちょっとやっていただいてもいいですか？のボールを使ってまず普通ノーマルはこの黄色がまっすぐまっすぐ、はいはい、目標に対して向いた状態で挟んで、はい、まっすぐ今回は潰す、はい、潰す、なるほど、はい、下が動くことで上と手がついてくる、はい、で
ですよね。はい、これが理想的な動きです。これが、あのアマチュアの方で多いのは、はい、いきなり回っちゃうんです。なるほど、黄色い線が、はい、僕の方向いちゃう。そうなるほどなるほど。いきなり回っちゃって、はいはい、アウトサイドになって、はい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 、振り遅れてきたんです。多いですね。多いですね。多いですね、距離が出ない方も。なので、はい、インサイドアウト方向に向ける。最初にならなかったらもうスタンスもインサイドアウトにしちゃっていい。はい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 。クローズに。そうそう、クローズ。で、その方向に潰すと、はい、自然と手元の位置が低くなってクラブがインサイドに入っていく。まあボールが捕まりやすくなる。そうです。はい。まあこれが、いやーこれはすごいですね。でこれ今反対が言えますよね。はいはい。逆に。まっすぐな人が次の動画で動画でやってもらっていい、はい、まずあの今回はスライスで、そうそうそう、スライスね、はいはい、スライスで、はいはい、体が先に開いてしまってアウトサイドインになったり、はい、振り遅れる人には、はいはい、このボールを潰す方向をクローズ方向に変えて、はい、潰していく。なるほど、やっぱゴルフの動きって結構上半身で意識される方多いんですけど、はい、結構下半身の動きが反映されるじゃないですか、はい、プロってやっぱり下半身の動きは上に反映されるんで、やっぱそこを重点的にやったドリルです。そうですね、これぜひあのスライスに悩んでる方これやってほしいですね。いやーこれ代官山に来たらこれ習えるんですか。習えます。長谷川焙煎のこの道具使って習えますので、はいはい、これあの今ね僕体大きいので、はいですね、この大きいバランスボールに線引いてやってます。ちょっとね、子供、お子さんとか、はいね、女性とか、はい、もう少しね、小さい人だったり、はい、小さい人、子供たちには、はい、もうちょっと小さい。なるほど。とか、海で遊ぶビーチボールみたいな、はい、このぐらい。はいはい。で、やってもいいし。なるほど。うん、これはまあ人それぞれの、その体格とか、はい、体の大きさに合わせて、ボールの大きさは変えてもいいか。はい。わかりました。はい、今回は、長谷川パイセンに、脱スライス。ですね、振り遅れの方に多い症状を治していただきました。長谷川先生、今日もありがとうございました。ありがとうございました。次回もちょっとすごいのを期待します。そうですね。よろしくお願いします。はい。はい、また次回もぜひご視聴ください。はい。